第7節、プラシーボ効果」でがんを治し、そして、がんで死んだライト氏の物語。1957年、アメリカの心理学者ブルーのクロッファーは、がんの精神的側面と題する講演の中で、友人の医師フィリップ・ウエスト氏の驚くべきレポートを紹介しています。1951年、ウエスト医師の患者ライト氏は、絶望的に進行した悪性リンパ腫のため、 ほとんど死を待つばかりでしたしかしちょうどその頃癌がんの新薬が発見されたのですそしてこの新薬の発見がライト氏を数奇な運命の歯車の中に巻き込んだのですこの頃ライト氏はオレンジくらいの大きさになった悪性リンパ腫のしこりが首脇の下胸腹足の付け根にできており 脾臓臓と肝臓は主題周囲を圧迫ししていました胸の中には水が溜まっており肺を圧迫するため一日おきに胸に針を刺して水を抜いてしました呼吸困難のため酸素吸入が必要で末期の状態で鎮静剤を投与することくらいしかなすすべがなくなっていましたしかしそれでもライト氏は希望を失ってはいませんでした なぜなら彼を救うことになるかもしれない新薬が新聞に紹介されていたからです。その新薬の名はクレビオゼンでした。クレビオゼンはユーゴスラビアのイシスティービン・デュロビックが開発した抗がん剤でした。クレビオゼンは1951年3月27日のニューヨーク・タイムズ紙に初めて有効な抗がん剤として紹介され4月1日の記事には。 22人に使用した結果、14人に延命効果があり、うち2人は、全く、がんによる症状が消失したと報道されたのです。ライト氏にとって幸運なことに、入院中の病院は、クレビオゼンの臨床試験を行う病院の一つであり、12人分のクレビオゼンが割り当てられていました。ライト氏そのことを知って、ウエスト医師に、自分にも、 新薬のクレビオゼンを投与してくれるよう懇願したのです。しかし、新薬クレビオゼンの投与実験の対象者は、少なくとも、この先3から6ヶ月は生きながら得る可能性のある患者と決められていました。ライト氏の余命は、せいぜい2週間くらいであろうと見られており、クレビオゼン投与の対象患者としては、不適格と判定されていました。ウエスト医師は、 ライト氏の申し出を最初は拒んでいましたが、そのあまりの熱心さに負け、ついに1回だけという条件で、クレビオゼンをライト氏に注射したのです。週末の金曜日に、ウエスト医師は、ライト氏にクレビオゼンを注射し、週末は出勤しませんでした。ウエスト医師は、自分が月曜日に出勤する頃には、ライト氏は、既得状態に陥っているか、 場合によっては死亡しているだろうと予想していました。余る予定のクレビオジェンは他の患者に回すつもりでした。ところが月曜日に病院に出勤したウエスト医師は信じられない光景を見て我が目を疑いました。息も絶え絶えで危篤状態になっているか場合によっては死んでいるであろうと予測していたライト氏は病棟の中を歩き回り 看護婦フラと親しげに話し、周囲に愛嬌を振りまいていたのです。しかも、ライト氏の悪性リンパ腫のしこりは、日向の雪だるまのように、半分位の大きさに縮小していたのです。ところが、同じクレビオゼンの注射を受けた他の患者は、全く変化がないか、悪化しているだけでした。ライト氏だけに、著名な効果が見られたのです。それからは、 ライト氏のために週に3回のクレビオジェンの注射が行われました。すると10日以内に全ての悪性リンパ腫のしこりは消失し呼吸困難などの自覚症状も全く消えていました。病気が治癒したと診断されたライト氏は病院を退院しなんと趣味の自家用飛行機を乗り回すまでになったのです。しかし残念ながら この回復は一時的なものに終わってしまいました4月15日と4月29日のニューヨーク・タイムズが実はクレビオゼンはそれほどの効果はなかったとする記事を報道したからですクレビオゼンの効果が次第に疑問視され始めたという事実がライト氏の心理状態に悪い影響を与えそのことが体に跳ね返ってきたのです ライト氏は特別医学的知識があったわけではありませんが薬の効果に対して論理的かつ科学的に考えるようになり自らの命をつないでたクレビオジェンに対する信頼が弱まってきたのですライト氏は自らの命をつないでいた薬という最後の望みを失い2ヶ月後にはすっかり元の末期の状態に逆戻りしてしまったのです すべての症状が現れ、ナイト氏は再入院してしまいました。この経過を冷静に見ていたウエスト医師は一計を案じました。ウエスト医師は、ナイト氏の回復は、抗がん剤のクレビオジェンの効果ではなく、プラシーボ効果ではないかと推定しました。とすれば、もう一度プラシーボ効果を使えば、ナイト氏は回復するのではないかと考えたのです。プラシーボとは、 もともと、偽薬、偽、薬というラテン語です。本来は、効かないはずの薬が、投与される人間の、薬への信頼や期待によって、一定の効果を上げることを言います。ウエスト医師は、入院したライト氏に、ニューヨーク・タイムズの新聞記事は誤りであるから信じないようにと、入念に嘘をついたのです。クレビオジェンが、 あたかも効果がないようには報道されているのは保存しておくと短期間に効力が低下するということを知らずに使っている医師が多いためで製造してすぐに使えばよく効く薬であると嘘の説明をしたのですさらにウエスト医師は明日2倍の効果を持つ製造したばかりの製品が届くので来年に使ってみるつもりだと畳みかけたのですこの言葉に ライト氏は希望を取り戻し、もう一度やり直す気になったのです。ウエスト医師は、クレビオゼンに注文が殺到して届くのが23日遅れるなどと言って、さらに、ライト氏の期待を煽ってじらしました。そして、23日後に、新鮮な製造直後のクレビオゼンだと言って、新鮮なミスをライト氏に注射したのです。この結果は ウエス医師の予想をはるかに超えたもので前回より一層ドラマチックでした水の注射を続けただけで悪性リンパ腫のしこりはどんどん小さくなって消失し胸に溜まっていた水もなくなったのです退院したライト氏はそれから2ヶ月間全く何の症状もなく自家用飛行機の操縦を楽しめる幸福な日々が続きましたところが 10月26日のニューヨーク・タイムズが大きな見出しでクレビオゼンは全く効果がなかったという報道をしたのですそれはアメリカ絵学協会がクレビオゼンを100人に対して試みたが98人には何らの改善も見られず44人が死亡したという内容でしたこの報道に接したライト氏の病状はまたもや暗転しました この報告を耳にしてから数日後に、ライト氏は病状が悪化して入院しました。クレビオゼンという新薬への期待も希望も、ライト氏からすっかり消え失せていました。入院してから2日後にライト氏は亡くなったのです。希望が彼を奇跡的に回復させ、絶望が彼を殺したのです。これが心の力なのです。私たちの心と体は、 程度の差こそあれライト氏と同じ働きをしています失望が病状を悪化させ希望が症状を改善させるのです心の力の体への影響はこのように絶大なものがありますプラシーボ効果は医療の現場ではよく知られています手術後の痛みやがんの末期に起こる癌性疼痛で 式会に痛み止めを要求する患者がありますす痛み止めすなわち鎮痛剤も安全に使用できる量が決まっていてこれを極量と言います患者が極量を超えて鎮痛剤を要求する場合は医師や看護師はプラシーボとしてただの水をもっと効果のある痛み止めですよと言って患者に注射することが時々があります驚くことに この単なる水が痛み止めとして効果を発揮する場合も実際にあるのですまたがんの末期に使用する麻薬製の痛み止めも必要量は患者の心理状態によって増えたり減ったりします病院にいた時は大量の麻薬が必要であったのに家へ帰って家族と一緒にいる時は使用量が減少する場合も多いのです 民間薬やサプリメントでがんが治ってしまった人も実際に存在し私も実例を何人か知っていますこのような人は本当にその民間薬やサプリメントが効いたのかプラシーボ効果で治ったのかは区別が困難なのですアガリスクなどの民間薬はかなり高額でありその広告を見るといかにも神秘的な薬効があるかのごとく書かれています 大抵は、医学博士ないし、薬学博士の肩書きを持った怪しげな人物の推薦文と、この薬で癌が,が治ったという患者の体験談が書かれています。これらの、高額であること、神秘的な薬効の宣伝文、医学博士や薬学博士の推薦文、患者の治癒体験談の4つの要素は、 何とか病気が治らないかと悩んでいる人に対しては大なり小なりプラシーボ効果を引き起こす可能性がありますイワシの頭も新人からとか信じるものは救われるという格言があるようにどんなつまらないものでも深く信じれば絶大な効果がある場合もあるのです民間薬やサプリメントはそれでがんが治ったと熱狂的に指示し宣伝する少数の人と 多額のお金を取られた上に治らなかった多数の人という対立の構図がいつも存在していますそしてその陰で大儲けをしている連中が必要なのです厚生労働省が認可した抗がん剤は必ず二重盲検法というプラシーボ効果を除外するための臨床試験を行って薬効があることが証明されています二重盲検法は 標準的な薬効検査法で本物の薬と偽の薬を半々用意し同じ程度の病状の患者さんに薬を一定期間投与し薬効を判定しますこの際ある程度の症例数が必要となります本物の薬か偽の薬かどちらを投与するかはくじ引きで決定しますこの際投与された薬が 本物の薬なのか偽の薬なのかは、患者にはもちろんのこと、投与した医師にも知らされていません。新薬を投与された患者には、必ず、一定の割合で、プラシーボ効果が起こります。また、医師の側にも、プラシーボ効果があり、本物か、疑薬かを医師が知っていると、薬を処方するときの患者に対する態度に差が出てしまいます。この結果、 医師がよく効く薬であると期待しながら薬を投与する時ときとどうせ大した効果はないだろうと思って薬を投与するときでは医師の期待が大きいときの方が薬の効果が高く出ることが知られています二重盲検法は患者と医師の両方のプラシーボ効果を除外することができるので科学的に正確な薬効の評価ができるのです民間薬として 有名な丸山ワクチンは当時の厚生省が1980年代にがんセンターなどの大病院を中心に全国規模で多数の進行がん患者に対して二重盲検法による比較臨床試験を行いましたが無効であったと判定されていますしかし当時丸山ワクチンでがんが治ったという報告は本になって出版されるほど 巷にはたた。くさん存在ししていましたそのかなりの部分が実はプラシーボ効果であったと推定されますですから民間薬やサプリメントの効果のほとんどは実はプラシーボ効果であり実際の薬効は大したものではないと推定されますこのことから薬を使用するときは抗がん剤にし路民間薬やサプリメントにしろ ものすごく効く薬であると信じて飲むとより大きな効果が期待できるのです。